皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの動画です。今回の学習では、2年生の国語、この人を紹介しますについて学習します。ここではワークシートを使いますので、準備してください。 学習の目当ては、紹介する文章を書くです。一年生の思い出して書こうでは、順序に気をつけて書くことを学習しました。また、二年生の遊び方を説明しようでは、はじめ、中、終わりの 組み立てで書くという学習をしました。ここでは、これまでの学習を生かし、紹介する文章を書くために、次の順番で学習を進めていきます。1、紹介する人を決める。2、 紹介することを整理する。3. 紹介する文章を書く。4. 文章を読み合う。教科書の107ページを開きましょう。ここではワークシートを使います。はじめに紹介する人を 決めます友達にどんな人を紹介したいですか身の回りにいる人を思い出してみましょう。物知りな人、何かに詳しい人、何かをするのが好きな人、何かをするのが得意な人などはいませんか例のように ワークシートに書きましょう。いくつか書けたら、その中から紹介する人を一人決めましょう。次に選んだ理由を考えて書きましょう。教科書の108ページを開きましょう。次に紹介することを 整理します。紹介したい事柄をカードや付箋に書きましょう。一文で短く書くことや、一つのカードや付箋に一つの事柄を書くことができると、とてもいいですね。書き終わったら、 カードや付箋を並べ替えて文章の組み立てを考えましょう。どんなことをどんな順序で書くと紹介することがよく伝わるでしょうか。田中さんはこのようにカードを並べ替えました。皆さんはどのようにカードを 並べ替えますか学習してあるはじめ、中、終わりを考えながら並べるのもいいですね。教科書110ページを開きましょう。次に紹介する文章を書きます。教科書の 田中さんの文章を読んでみましょう。田中さんは初め中終わりで文章を組み立てていますね。初めは紹介する人がどんな人かを書きます。中は事柄ごとに分けて書く。紹介することが。 読む人に伝わるように詳しく書きます。終わりは思っていることや読む人に伝えたいことを書きます。皆さんも書いたカードをもとにして考えた組み立てに沿って文章を書きましょう。言葉や 文の続き方や伝えたいことのまとまりに気をつけて書きましょう書き終わったら文章を読み直しましょう教科書の112ページを開きましょう次に「文章を読み合う」です スライドの文章を読みましょう文章を読んで分かりやすく書けているところやよく伝わったことはどこですかまた素敵だなぁと思ったことやもっと知りたいことは 何ですかノートに書きましょう。スライドの文章は、はじめ、中、終わりに分かれて書いてあります。皆さんが書いた文章も3つに分かれていますか見直してみましょう。 今度はおうちの方にあなたが書いた文章を読んでいただきましょう。わかりやすく書けているところやよく伝わったことを聞いてみましょう。また素敵だなぁと思ったことやもっと知りたいことはないか 聞いてみましょうそれでは最後にこれまでの学習を振り返りましょう「この人を紹介します」の学習で読む人に伝わるようにどんなことに気をつけて文章を書きましたかノートに 書いてみましょうここで学習した文章の書き方は他の教科の学習にも活かせますね。これで「この人を紹介します」の学習を終わりにします。